Hi guys, welcome back to my channel. こモーションデザイナーをしているクリエイターです。ということで、今日はですね、ナンバーアイのですね、岸くんプロデュース曲の R&B、B、ちょっとラテン調の R&B 曲、アイスがですね、 一番今海外で注目されているっていうのがありまして皆さんも何かと海外記事とかをまあ検索してアイスの名前がタイトルに出てたりとかかなりフォーカスされているのをご覧になったんじゃないかなと思うんですけどなぜこれほど注目されているのかっていうのはもちろん岸く君プロデュースのめちゃくちゃかっこいいかなり洋楽テイストの楽曲になってるんですがこれ制作陣がめちゃくちゃすごかってアメリカのもうあの最先 最前線で活躍する賞とかも受賞している、あなん、なん、なんと、あと、グラミーの名前も制作陣の中に出てきたりしてます。あの、グラミー賞。そこら辺の制作陣を紐解いていきたいと思ってまして、で、それでちょっと海外で人気の理由とか、記事がこれだけ、記事の中でアイスがね、フォーカスされる理由っていうのは、ちょっと皆さんの中で納得できそうかなと思うので、ご紹介して、解説していこうかなと思います。もちろん楽曲自体はもう3人のね、歌い方もそうですし、歌唱もそうですし もボーカルも、あとまあリリックもね歌詞もめちゃくちゃまあセクシーで色っぽいものなんですけど、まあテイスト自体がかなり向こうに響いているというところで、えー、なぜ人気の理由、人気なのか、人気の理由について深掘ってきますので、えっ、ー、と、ナンバーの最新情報を受け取りたい方はチャンネル登録、下のチャンネル登録ボタンをクリックを忘れなくお願いします。で、バンドワゴンもそうなんですけど、タイの記事でも何かと出てきます、アイスが。 で、n ン i Drops first rate debut album No.1 alongside their cool R&B lead track Ice Listen. で、このバンドワンゴンでさえもですね、アジアの方ですけど、えー、今回アルバムのリリース、初のファーストフルアルバムのリリースが、ドロップがありました。で、Alongside t h e、cool、r cool R&B、めちゃくちゃクールな R&B のリードトラックリードトラックっていうような表現がされていて、R&B のリードトラック c k i と共にっていう風に書 書き方がされていますで他にもですねタイとかもそうなんですけど何かとこの名前が出てきてなぜこんなに人気なのっての疑問に思ったと思うんですがあとはこちらですねアイスこちらもアメリカの他の記事なんですけど n o のアイスですねで latest focus t r c k って書いてるんですけど最新のフォーカス トラック、フォーカス楽曲、The Sensual Ice Showcases って書いてて、まあ、アイス、リード曲は、あの、稲妻なんですけど、向こうの記事で何かとアイスがフォーカスソングとかリードトラックっていうような書き方をされて、結構注目されてるわけですね。The Sensual Ice Showcases the Band's Versatility で、今回の、まあ、ちょっとセンシュアな色っぽい感じのアイスは、このグループの、まあ、向こうで、英語でボーイバンドって言うんですけど、ボーイズグループとかアイドルに関わらず、 えー、今回のナンバーのま多面性っていう部分をバーサティリティを表現していますうまく、えー、強調されていますと Pairing cool beats with a sensation, a sensation of taking a heat、like、in heat like sauna In the transcendent contemporary R&B style でアイスがまモダンな最近のコンテンポラリー R&B のスタイルでっていうところですねでこの楽曲がまサウナみたいなこのホットな感じ 熱をこもったような感じのセンセーションを、まあ、クールなビーツとともに、クールなビートで、まあ、ペアリングしているっていうところですね。って言われてるんです。で、The Lyric Evoke a Desire for Passion and Closeness。で、今回ちょっと解説,解説、リリックもちょっと見ていきたいんですけど、まあ、あの、お相手と、p l a it all on me っていうリリックが出てくるんですけど、まあ、パッション、情熱とか、近づきたいっていう情熱をデザイア、d e s まあ、あの、欲望をリリックの 歌詞の中でで表現してるんですけどその欲望を描、えー、き立てるような感じ。うん、I'm too hot, I need more ice. っって言って言暑す,、ね、すぎるから、もっとアイスが必要で。Cool me down, diving into pleasure.、まあえー、とトランス状態トランスとか、You got me in trance とか出てきますね。Body got me in trance, You got me in a trance. とか Noisy heartbeat, I want to melt into silence. 静寂にみたいなとこ出てきますけど。これは何かとアイスが話題になっていました。で、制作陣がこちらなんですけど、この方々すごいんです。やばいんです。で、あと、ちょっと先に一瞬秒速で解説したいんですが、歌詞に出てくるプリオンミーっていうのが、二通りいろいろ取り方ができるんですが、私の別の解説ではまあかなりセクシーな感じで撮りました。っていうのも英語の記事とか私も見て、この えっと、3行目ですね。The a for and で、まあ、あの、相手に近づきたいとか いうとところとか情熱まあ、男女のまあ愛のこの情熱さ熱さっていうものをまあリリックで表現してるっていうのもまあ以前からしてたのでここら辺で解説したんですけど、まあ、以前エド・シーランの楽曲で1991年に書いた曲の題名にあるんですけどイギリスのエド・シーラン「えー、プレオ・ミー」ですねでまあ、別の意味でまあなたの悩みを全て私に乗せてくださいその重みを私が 代わりに担うっていうか担ぐっていうか、もうだから私に任せてねっていうところなんですね。で、今回の楽曲はかなり汗とかスウェットとか出てくるんですけど、で、アーバンディクショナリーの方を見ると、どちらかというとこっちの感じ、センショって記事にも出てましたけど、結構色っぽい感じなので、エドシーラーのこっちの意味も念頭に、まあダブルミーニングって言ってもいいのかな、こっちのあまりセクシーで、セクシャルな方ではない意味もあるし、 これ、アーバンディクショナリーなんですけど、プレロンミーっていうのは、put someone else on someone else in a sexual nature simply to put have sex. まあ、あの、男女が、あの、あれですね、あの、ちぎりを交わすという、あの、すごくストレートな意味もあるんですけど。ストレートではないんですけど、意味もあります。男女が、まあ、あの、メイクラブするってところですね。watch がプレロンミーっていうアーバンデクショナリー。まあ 現代版の意味もあるし、まあ、ちょっとここら辺の解説も良かったかなと思うんですけど、まあ普通に男女がメイクラブするっていう意味もあるし、A、Grade を、え、i n t e n SEX or S, a, other sexual acts って書いてあるんですけど、まあ男女がメイクラブするっていう意味もあるし、プレロンミー。で、B、can be a broader reference, to, reference for falling for someone, becoming captivated or falling in love。で、こっち、B の方でも取れるかなっていう、そこまでは生々しい感じに取らなくても、 ま、広い意味で、講義の意味で、誰かの、えー、誰かに恋をする、fall in for someone っていう感じですね。becoming captivated、まあ、すごく囚われる。相手にもう夢中で。で、途中で addicted とかっていうフレーズが出てきますけど、中毒になる。まあ、相手にめちゃくちゃ夢中で、もうトランス状態になっちゃうぐらい夢中でっていうところで、えー、相手に恋をして、えー 恋をして同時に、まあ、近づきたいっていう、まあ、男性の欲求的な部分もあ,のあるので、まあ、両方頭に入れると理解しやすいかな。で、or falling in love って書いてますけど、恋に落ちるっていう部分もありますね。それ、先に行って、まあ、全体離陸見るとわかるんです。先に言って さっき全体を見ると、まあ、もっと彼女と近づきたいってい体をもっと近づけてあもうそこまで行っちゃいたいみたいな部分まで取られるんですね、はい、とりあえずこの歌詞の説明を簡単にしておいてちょっと末期で始めますけど、えー、っとまずグラミー賞の方が入っているんですねでちょっとビューアンさんがいますけどジンテコウさんという作詞作曲に入っている方が 鬼屋場なんですね。で、インスタグラムがかっ、これ、こちらなんですけど、何倍の投稿もしてくださっております。えー、彼、えぐいです。えー、書いておりますけど、グラミーウィナーということで、アーティスト、作詞作曲やっていらっしゃいますが、グラミーウィナーです。グラミー撮っております。すごい方です。で、まあ、何かと裏方のアーティスト、クリエイターの方ってフォロワー数ね、少なかったりしますけど、まあ、楽曲作ってるのは彼らなんです。ここら辺でも目を向ける配信もしようと思いまして、 で、まあ、ここら辺で RIA35 で、代表作ですね、代表的なアーティストの代表例がすごくて、ワンリパブリックジェイソンデルーロサブリナカーペンター n e n t e SBT70、えー、そしてシャーロット・ローレンスなんかをやってるわけですね。グラミー受賞をしてるアーティストさんですけど、えっ、ー、と、あとクリエイターさんですけど、で、ナンバー i が今回、 えー、日本で1位を取ったんですけど、Apple Music、iTunes。で、アメリカの方のヒップホップ部門でもアルバムランキング1位取りますけど、載せてくれて、ってましたね。で、ナンバーワンの作曲やりましたっていうのも本人が乗っけてくれていて、まあ、他にもここら辺見ていただくとね、出てますけど、他のアーティストさん。ここに出てくるのがジェイソン・デ・ルーロとか、サブリーナ・カーペンターとかも出てくるんですけど、あの、ニッシーの曲もやってるみたいですね。だから、ここら辺のコネクションは事務所だと、まあ、タッキーがどう、なんかコネクション広いので、 やっったのかなっていうところもあるしニューホープクラブとかイギリスのボーイバンドですけど右ですねニューホープやってるまああとサブリナ・カーペンターが一番個人的にアメリカですごいかな今勢いあるかなっていうところなのでちょっとご紹介 したいと思います。で、サブニア・カーペンターっていうのの、まあ、曲をやってると、ジンテ・コウさんが。で、彼女、今、アメリカで多分一番勢いある女性アーティスト、新人アーティストで、もともとディズニーの女優さん上がりで、で、今、歌手として、えー、異偉業達成してます。で、VMA、この間ありましたけど、ブラックピンクのリサとか出てましたけど、で、ものすごい数の賞を受賞していて、 でサブリナ・カーペンター。サブリナをやってる方がナンバーをやってるっていう世界線がマジで凄すぎるっていう。VMA、ミュージックビデオアワーズの Song of the ーに今年選ばれましたエスプレッソが。うん、多分知ってると思います。エスプレッソね。Me and Take About Me ってやつですね。絶対知ってる。アメリカであの知らない女性いない。 曲です今年一番ヒットした曲。なので、Song of the Year になりました。最優秀サマーソングも撮って、MTV のビデオミュージック最優秀ポップビデオ賞を撮ってます。うナメ MTV で,で。ビデオミュージッーア,アーティストオブザイヤー撮ったりとかしておりますね。MTV ビデオミュージックアワーズ最優秀ビデオディレクションとか、これも出てますね。えー、最優秀編集賞、えー、芸術監督賞とかも撮ってます。 で、このサブリーナもやってると、この方が、すごいんですよ、制作人。で、このサブリーナ、全米チャートシングルで2位と3位に、ビルボードホット100ですね、アメリカの。で、2位、3位同時ランクインして、これがビートルズ以来の記録を樹立していたと。で、ま、エスプレッソが先ほど言った通り、ソングオブザイヤー撮ったんですけど、MTV で。プリ,プリ,ー,ズプリーズ、プリーズ、プリーズっていう、まあ、新しく新曲も、米ビルボードチャートにおいて歴史的な 回帰を達成したとでサブリーナ・ベイビル・ボードが、ここら辺であの海外で響いているのはなぜかっても、も制作人もそうだし、楽曲のクリエイター、制作人がかなり最前線の、アメリカの最前線の曲作ってる方だから、賞も受賞しているような、でグラミーウィナーということで、ここら辺で、まあ、制作人も含めて、あ、ンテ候補がやってるとか、ヴィランと、 え、あと、セシリア・ゴールドさんもすごく有名な音楽家なんですけど、こ紹介しますけど、そこも含めて、あと楽曲のあの完成度、クオリティ、まあ、スタイルも含めて、あの、ヒットしているってか、海外で注目されているのかなと。で、サブリナが今回、ベイビルボードで発表した6月2 2日の、えー、最新シングル、プリティプリ、 プリ,ーズプリーズプリーズプリーズが2位に入って、で、同時にエスプレッソがすっげえロングヒットで、4月な、4月から2ヶ月ぐらいもうずっとランクインしてますけど、ホット100に。エスプレッソが3位で、で、サブリナにとって同チャートでトップ3入りするのは今回が初となったのに加えて、初のトップ3にして、フィーチャリングアーティスト。 がいないな2曲にを同時ににトップ3にランクインさせたなんかフィーチャリング何々とか、まあ、自分で一人でやってる曲、2曲を同時にトップ3にランクインさせたのはソロアーティストとしては同チャート以来初の記録だったそうで、すごいですよね。初記録、ソロアーティストとして初の記録、まあ。テイラー・スウィビトフとかも結構すごいですけど、入ってますけど、女性アーティストだと。やっぱサブリーナの勢いがすごいと。で、ビートルズの64年2月3月の I want to hold your hand と She loves you を達成して以来、 60年ぶりの記録だったそうですね。で、グローバルチャート、グローバル200でエスプレスが1位に、プリティプリ、リプリズプリズプリズが2位にランクインしてトップ2を独占、まあ。グローバル、世界でも結構聞かれてますね、うん。日本のクラブとかでも結構流れたりします。サブリナが同チャートで1位を獲得したのが今、今 は、今回が初となった。んで、加えて、どうグローバルエス、えー、エ,ス,エクスクルーディング US。アメリカを除くグローバルチャートでも、やっぱ、全世界的にエスプレストが5周目の首位1位獲得で、このプリプリプリーズプリーズプリーズも5位デビューを果たしているっていうアーティストなんですよね。をやってるというところです。で、あと、ジェイソン・デルーロとかもやってるじゃないですか。この方。あと、ワンリパブリックか。これ、ワンリパブリックが、 えー、3番目に書いてますけど、One Republic。今、怪獣8号ってご存知ですかね。怪獣8号の、えー、主題歌を一番最後歌ってるんですけど、Counting Stars っていうこの2013年の曲がめっちゃヒットしました。One Republic。アメリカでも超人気ですけど、えー、One Republic。まあ、2002年、えー ラ州で、結成されたポッップロックバンドでですけどで2024年2月29日から全世界で配信される怪獣8号ですね。のエンディング主題歌を担当することが発表されましたと。で、まあ、アメリカ勢はね、カウンティングスタートとかめっちゃ流行りましたね。レイリー・アービング・アービング・ルーズ・ン・スリーってやつ。めちゃくちゃ流行りました、当時。洋楽知ってる方はご存知かなと。を、まあ、えー、やっているということなんですよね。 カだからすごいのよ。マジですごい。で、ジェイソン・デルーロもやってるんですよね、この方。ジェイソン・デルーロ、こちらです。アメリカのシンガーソングライターですね。 ちょっと前めちゃくちゃ来てる時期もある今ちょっと落ち着いたかなっていうイメージ。で、35歳ですけど、アメリカソンシンガーソングライター、ダンサー俳優であるジェイソン・デルーロ。ジェイソン・デルーロはもうみんなご存知知ってるよね。アメリカで知らない人いないよねって感じ。ヒット曲こんな感じかな。うーん。Slow Low とか、From the Island、Spicy Margarita。24年にも出してますけどね、曲ね。Glad You Came、Talk Dirty とか。Talk Dirty はれましたよね。 オクターレツェミーですよねって言って言ってやつですね歌が入っと疑いとくてねジェイソンデルールもやっぱ受賞歴すごくてまティーントイスアワードを取ってたり2014年っと10年と14年ですねで youtube ミュージックアワード2015年まぁ、あ、ちょっと2010何年代が一行が一番すごかったかなって感じで、cmt ミュージックアワードとかも取ってますねもうアメリカでもやっぱり影響力のあるダンサーシンガーソングライターです もう一人、アイスのこちらの、えー、日本人の方もいるんです。日本人じゃない、あの、アジアの方もいらっしゃるんですけど、一個前のセシリア・ゴールドさんっていう方も、スポーティファイもかなりすごく聞かれているアーティストさんでして、20万人くらいかな、いるんですよね。ちょっとそちらをご紹介。こちら、セシリア・ゴールドさんですね。もう普通の音楽家として、ご自身もアーティストとして活動されている方で、スポーティファイ下の方に出てますけど、まぁ、あ、月間リスナー、20、20万人くらい普通に いるいらっしゃる方で曲作りも結構すごくてでバイオグラフィー飛ぶとこんな感じなんですけどロワーマンハッタンマンハッタン生まれでで下の方に出てますけどこちらえっとということでコライティングっていうま出てますから、She has she has featured on numerous successful tracks including co-writing performing オー,デ,オーディエンかな ?Higher っていう曲の、えー、コーライティング作詞もしてるし、えー、そして2019年のヒット曲、Love Me Like You Used to with Cascade、えー、のコーライティングもしてる。Billboard トップ10に入ったダンスのヒット曲、Parallel Lines ズ e、えーまあ、キーーっていう、ズーキ、えーパー ズーキーパーだっていうか、ズーケーパーっていうアーティストさんのビルボードトップ10の曲のライティングもしている。作詞もやってる。All songs gathering support from Billboard。ま、全部の曲がビルボードで支持されてますし、サポートされてます、D、DJ Times とか EDM ソース、s e r i u s XM、テレスチルラジオ l r とかっていう、ラジオとかでもかなり支持されている。セ e リアゴールドさんも今回、アイスのプロデュースに関わっていた。 で、あと一番最後の方に出てきてますけども、メイ・ヘイリーさんですね。この方が、モンジョーさんと、まあ近,おちなまあ、近くて距離感が、今韓国でなんかセッションやってるみたいなんですけど、 メイリーさんね。今、韓国でやってて、そう、モンジョーさんと一緒にいらっしゃるところが拝見されておりまして、そう、いたんですよね。このセッションに、韓国でやってるセッションに今いらっしゃるみたいですね。で、日本、アメリカ、ドイツにルーツ持つ方だそうで、で、韓国、K-POP とかもやってるんですよね。そう、作詞を結構、これでナンバーエイの乗っけてくれてましたけど、えー、っと、あとは、エンティームとかやってますね。ハイブジャパンのエンティームとかやってます。 あとは代表例エンティームとナンバーアイだそうですね。この方多分日本語の部分とかちょっとやったんじゃないかなと思います作詞でね。であとユイ・ケイリーさんとかっていうのも入ってますね。そうだからすごいんですよ。でやっぱタイのあれでもそうですけど懲戒記事の紹介のされ方がやっぱ圧倒的にあの アイスフォーカスなわけですよね。アイス推しなわけです。これインドネシアの記事なんですけど、ボーイバンド、日本のボーイバンドがあって、インドネシアの記事で、ボーイバンド、えー、日本のボーイバンドナンバーアイがアルバム、ちょっと日本語に訳してたやつなんですけど、アルバム。あともうシングル、タイトルにやっぱアイスって入ってるんですよね。で、ここですけど、アイス。こんな感じで。記事にもやっぱアイスが結構フォーカスして書かれているんですよ、何かと。だからやっぱ注目度高いよね。で、あともう一つ、 プレイリスト入りがやっぱすごいみたい。で、Spotify のプレイリストにアイスが入ってるってすごいんだよね。Spotify のインサストーリーでもアイスいたし。海外記事もアイ,アイスフォーカスだったけどって結構言ってる方入れましたけど、まあ、実際にプレイリストをアイスだけ入ってたりとかもすることも多くて、で、New Music Wednesday っていうやつ、Podcast Edition って書いてますけど、今 m くんとか、リンキンパークとか入ってますけど、まあ、New Music Wednesday まあ、毎週、リストイン水曜日、リストインするやつに、リンキンパークさんとかも入って、イマく君とかも入ってるやつに、イマセナトリーも入ってるね。イマセナトリーのメトロシティも入ってる、ね、に、アイスが入ってるっていうところもですね。あと、ティーンカルチャーっていうやつにも入ってましたね。JO1、えー、Where Do We Go? ですね。と、ラナ、ワトソン、Still Young, More Rich, Featuring w a t s o ソンに入ってました。そう。アイスが入ってる。 プレイリスト入りも結構すごいですよね。うんで、あとバンドワゴンさんですね。バンドワゴン、この記事、先ほど一番最初に出た記事ですけど、これ中に入っていくともっとすごくて、こちらですね。えー、Number、no. I Drops First、まあ、今回ナンバーワンの初のフルアルバムを出して、まあ、そのクールな R&B トラックアイスと共に、ぜひ聴いてみてた、とレッスンって書いてましたけど、えー、Number、no. 1 is headlined by the premiere of their cool New Single Ice 一番最初のファーストセンテンスにこのアルバムは彼らのクールな新 R&B シングルアイスによって で、えーまあ、ヘッドラインされるということで書かれてるんですけど、まあ、かなり強調されてますよね。Alongside several fan favorite tracks such as Goat ということで、まあ、ファンの、えー、人気曲で、人気トラックである GOAT などを含む他のいくつかの曲とともになので、なんか何かと稲妻ってよりかは、今回のフルアルバムがリリースされて、 アイスの注目度が高いし、なんか間違ってるわけではないんですけど、まあ、ほぼリード曲的な扱いで記事が書かれているというわけですね。おそらく 2B 側が海外のプロモーションでインタビュー受けた際に説明として向こうではアイスプッシュしたい、行きたいのかなって制作陣も強いし、グラミー撮ってる方もいるし、向こうで海外で記事出る時には押,押したい楽曲としてアイスをプッシュしに行ったのかな、タッキーとか運営さんがなと思うの。なので海外の記事では アイスが何かかとと目にされるのかなと思ってます、まあ制作陣ももちろんだけどキキンプロデューー結構英語歌詞が多いのであプレロンミーの説明もしましたけど親和、まあ、性高いのかなと R&B もめちゃくちゃ聞かれるジャンルですしアメリカ海外でそう英語歌詞多いという部分でまあ言語の壁もねなかなかあの日本語歌詞だと翻訳見ながらなっちゃうけど。 ダイレクトに伝わるのかなっていうところそしてかなりセクシーなっていうところが、えー、結構響くんじゃないかなと思って多いですから向こうの曲セクシーな曲ね。うん、アイスなんてあの全然っていうぐらいのもっとやあのセクシーな曲いっぱいあります。<laughs> で、シ平のプロデュースとボンですね。シ平の翔がプロデュースしたボン。そして、and t h e recently released hit Inazuma. で、最近リリースしたヒット曲 Inazuma など。The LP also boasts c o l l a b o with some Japan s top artists including Boundi and King e ということで、まあ今回のアルバムは boasts、えー、まあ自慢するってところなんですけど、Boundi、えー、日本のトップアーティスト Boundi や King C&K の King さんなどのコラボレーションをまあ、えー、にを、えー、表が、えー、代表的な例としてまあこう何輝いているっていうか、えー、見られるっていうところですね、まあ自慢しているっていうか。 動詞なんですけどが顕著、えー、に見られますっていうかが注目ですっていう感じでとってもいいのかなで下にで14トラックアルバム is a testament to group's artistic evolution でさらに14曲入ってますけど、えー、ストリートナイト含めてねグループのアーティストとしての進化のまあ宣言だっていうテストメントですよっていうところなんですよねで with each track offering a fresh take on J-pop by ディフ、デフトリー・ e l ンディ・ナインティー t Rock かな。いろいろジャンルが入ってくるので、まあ、新しいフレッシュさっていうものをまあファンにオファーしてます。ファンに提供してますよって、それぞれの曲で。っていうのも、ナインティーズのオルト・ロックとか、アルトロ・オルトロックとか、ヒップホップ。 アーランドビート、かインディーロックとかっていうのも、えー、うまくこうブレンドさせてってますよね、ってところですね彼らの楽曲に彼らのサウンドに。Many of these songs have already made a splash on the global music scene. ってて書かれてますけど実際にあの、アメリカのチャートでも iTunes アメリカのチャートでもヒップホップ部門のアルバムで1位取ってますけど、ナンバーワンね、アルバム。そこら辺ももうすでに海外の方にキャッチされていて記事になっているっていう様子なんですよね。なの何かとその あの、アイスがね、前に前面に出てるってのは、まあ、制作陣もそうですけど。で、今、アメリカで実際に1位取ってるんですけど、グローブ、スプラッシュオン・ザ・ミュージック、グローバル・ミュージック・シーン、もうグローバル的にもう、あの、衝撃波を与えているというような言い方でもいいかなと思うんですけど、チャートでもすごいことになっているので、で、もちろん YouTube チャートで日本国内で翔さんがね、1位取りましたけど、 透明になりたい。ソロ曲もまあ日本では大注目で、まあ、バウンディさんの名前もね、海外記事に出てきたりとかっていう。まあ,あ、東南アジアとかの記事もそうですけど、やっぱ、東南アジアもそうですけど、J-POP の主題歌、アニメの主題歌、バウンディとか歌ったりとかしてるし、キングヌーとか、YOASOBI、えー、とか、クリーピーナッツとかめちゃくちゃ聞かれてますけど、そのバウンディの名前が出て、あってなる方もいらっしゃいますし、で、あとは、これかな。 グローバルミュージックシーンというところでは、ミュージックシーンというところでは、まあ、グローバルのトップエントリー、ニュートップエントリー、iTunes ワールドワイドでまで26位に入りましたよ。で、そこからさらにメキメキと上がってって、最終的には17位ぐらいまで上昇したんですけど、 そうでこちらが最初に一番初日に入ったのがワールドあ iTunes アルバムチャート全世界のアルバムのチャートで26位だったんですけど、まあ、そこから上がって結局ねあのすごいランク上がりまして17位にこれがデータですけど一番上の数字2617です世界全体のアルバムランキングで17位にまで上がっていると、まあ、こ,こら辺があっての記録があっての スプラッシュオンのグローバルミュージックシーンっていう風に書かれているのかなというところですね。であと、タイの記事をまとめたやつがこちらなんですけど、えー、まとめて、タイの記事、やっぱり14メディアもカバーしてくれてたみたいで、で、見出しがやっぱナンバーアイ、パフォーマンスは日本のみならず海外でも高評価、えー、米、こちら出演で人気上昇とか。 見たしねゴーとボンドミュージック再生 MV 再生回数記録リ,ちゃリリース曲はチャート1位そうなめとかまあレコチョクとかオリコンですごいことになってますけど難関とかしてますけどトップなんとか全部アナンバーみたいなで稲妻がアジアで大反響10月から全国ツアー他でこのタイの14メディアこれぐらい記事上がっていますけどどんな感じで訳さ,訳されるのかちょっと私は google にかけて 画面翻訳したほとんどアイスって書いてあるんですよね。そう、フルアルバムリリース、多くの人が待ち,く待ち望んでいた第一弾は、メイン曲、アイスと共にって書かれていて、まあメインというふうに書かれているので、そこら辺でやっぱ注目されてるんだなっていうところですよね。海外広報向けにはやっぱ、 アイスを押したのかなと思うんですよね、2B が。じゃないとっていうとこだよね。本当は稲妻がリード曲だから。ここら辺も、この記事もやっぱアイス。アークールで素晴らしい R&B シングル、アイスを収録した。誰もが待ち望んでいた。で、フルアルバムリリース。これもアイスって書かれてますね。なんか結構文章がね、似たくり口で書かれてますけど、まあ、広報、海外向けのあれ、広報の方が、2B の広報の方が、 アイスやっぱ押したいよねってところだったんじゃないか。ここら辺もそうですね。他の記事もね。多くの人が待ち望んで第一弾はメイン曲、アイスと共にナンバーワンって書かれてます。やっぱタイの記事でも14記事ぐらい出されていましたけど、やっぱアイスが、えー、かなり、えー、フォーカスされていた感じ。あとこの世界の記録もね、ご紹介しましたけど、まあ全世界的にすごいですよってところ、17位全世界的。 日本は1位ですけどね。で、アメリカで、まあ、全体で見たらあれですけど、まあ、アルバム単体で見たら1位取ってるのがマジですごいですよ。これアルバム、アメリカの iTunes ストア、ヒップホップラップ部門で1位取っている。で、2位にジン君の好きなボーイバンドがいたりとかっていうところがね、なかなか激アツですよね。そう、アメリカ。まあ、ヒップホップ部門に限ると1位取ってる、まあ、全体で59位、136位って感じ。 ま、他、タイ、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、台湾なんかで1位ですね。マカオとかもありましたね。確かに。うんと、あと、オーストラリアとニュージーランドでも、あの、部門別では1位を取ってたりとかっていう記録を残してますけど、やはりさすがだな。ナンバーアイっていうところだよね。 で、まあ紹介しますけど、とりあえずこのあのアーティストの、アーティストって書かれてますけど、作,作詞作曲に入った、えー、ジン・テイ・コウさんですね、ワン・リパブリックと、えージジ、ジェイソン・ジェル、イソン・デ・ルーロック、サブリナ・カーペンター、SBT-17 SB、シャーロット・ローレンスとかっていう名だたるアーティストさんの曲をやってらっしゃる方がやっぱり入ってて、やっぱ Spotify のプレイリストよりも結構、 アイスが多いよような印象ですよねでシャーロット・ローレンスさんはこの方ですね。歌手シンガー・ソングライター、この方。インスタ80万人ぐらいフォロワーいますね。アメリカの方ですね。えー、アメリカの歌手ソングライターって書かれてますけど、えっと、結構賞も受賞してますね。アメリカの歌手ソングライター、モデル。えー、っと母親が女優さん、父親テレビプロデューサー、ビル・ローレンス、バーはス女優のスーザン・セント・ジェームス父方のフッ これら辺ちょっとめっちゃ詳しいの書いてますけど。24歳のこのシャーロット・ローレンスもやってるんですよね。このプロデューサーさんがね。そうで、この買ったシャーロット・ローレンスの受賞は結構グラミー。2024年のグラミー賞、カスタムの衣装でレッドカーペット登場してたり。イブ・サン・ローランの、えー、ショックンと同じだね、イブさんだったね。まあ、アパレルの方、ファッションの方ですけど。2023年出席したりとか。 ウーマンズ・フォール・ウィンター2024年出たりとかしてたみたいで、シャーロット・ローレンスないかなと思いますけど、まあ、ワン・リパブリックもすごいですよね。まあ、一番今、アメリカで勢いのあるサブリナの曲を手掛けてるっていうことで、まあ、向こうの層にも結構響くんじゃないかなと思ってるんですよ。サブリナちゃん152センチでディズニーの,あのアニメ、ショーに出てたんですけど、そっから歌手に、えっ、ー、と、 何移行してそう。どういう、どういうあれなのっていう感じですけど。まあ、どちらかなんかそういうあれ、マライやキャラ、マラーや、マイリー・サイラスと似た感じ。ディズニーの、えっ、ー、と、テレビに出てて、そこから歌手に一転して、えー、歌手活動も初めてヒットするみたいな。マイリータイプですね。まあ、こちらですけど、ディズニーチャンネルに出てたんだよね。ガール・ミーツ・ワールドに出てて、 注目を集めてたと、ディズニーのチャンネル。で、そこからハリウッドレコードから2015年デビューして、2018年にはサードアルバムをリリースして、えー、っと、続編シングルアクト2も。で、来日公演でファンのために日本語の曲をカバーするなどっていうところですね。で、まあ、クラミーとかでは新人賞と扱うのか否か、扱うべきなのか否かみたいなのを議論されてましたけど、サブリナを。で、まあ、新人ではないんですよね、結局ね。でも、ただ、あの最近本当に今勢いが出てきて、めちゃくちゃ出てきたと。 で、あとは、ナンセンスっていう曲もめっちゃヒッフェザーとかもヒットしましたね。TikTok 大ヒットして、同作デラックス版には、フェザーも SNS 中心。やっぱ TikTok 世代のやっぱ女王ですよね。バイラル女王。フェザーも SNS 中心バイラルとなる。ビリー・アイリッシュの曲もすごいですけど、バーズ・オブ・フェザーっていう曲もすごいですけど、サブリナーもほんと今すごい。で、全米シングル自身キャリアハイとなる4位を獲得したみたいで、最初。エスプレスとで、まあさらにそこからランキング上げましたけどね。 で、ベイビルボードのグローバルエクスクルーディング US チャートで4週連続1位とか、世界的な大ヒットを、えー、出して。あと一番最初のヴィランさんっていう方、この方ですね、音楽家の方で。えー、ボイドとか、Why do you hate me? とか、Love とか、Greatest Grandpa, Fake Face とか、曲やってる音楽家の方ですね、ヴィランさん。 ねまあ、ここら辺も伝わったのかなんかご紹介したいなと思ってやってみましたけど参考になれば幸いです面白いなと思ったらぜひ高評価やチャンネル登録もお願いをいたしますまあ記事の方でね下の方とかにゴートとかもこれバンドワゴンだったかなバンドワゴンもやっぱゴートとかも出てますねちゃんとねうんでゴートボーンはビルボーチャップ チャージトップパスとということでビルボードのトップチャート入り楽曲、ゴートとかボンもマット。While their res respective music videos surpassed 10 million views within just 3 days of release. とということで、まあ、両方の MV ともね、えー、リリース3日たらずで10 1000万回の再生数を記録した、超えた。達成した most recently、uh, their electrifying performance at ADA Rising 88 Rising Coachella Showcase が significant, significant bars in North America。 えー、ありましたけど、痺れるようなパフォーマンスも、えー、注目を集めましたっていう風に書かれてますね。そこら辺のこちらとかも含めて書かれておりまして、まあ、参考になったら幸いです。とりあえずアイスがなぜこれだけ注目されているのかっていうところですね。やっぱ記事にも出ているように、本当サウナのように熱い男女間のパッションみたいな情熱とか、まあ、近づきたいっていう欲望とかっていうのは感じられると書いてます。そこら辺も結構なんか受けてるのかな。あと、まあ、あの、モダンなコンテンポラリーな R&B スタイル。 ちょっとラテン調の感じも受けているというような感じですね。で歌詞もなんかすごく、うんまん、あ、岸くんがどうやって発注したのか、プロデュースしたのかっていうのも気になりますけど、ここまでセクシーな色っぽい楽曲を岸くんがプロデュースしてブローヨンカバーを全然超えている、えっ、ー、と、エロセクシーな感じなんですけど、そう、切なセクシーって言ったらいいのかな。エロ切ないって言ったらいいのかな。ですけど、 ここら辺が結構注目されている。楽曲のトラック、メロディーもそうですけど、歌詞も、あとプロデュース時も含めて注目されているっていうところ解説してきました。ご参加ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。